全世界のアニメファンの皆様、おはようございます。長島仁夫一郎です。はい、また始まりました。毎度毎度くだらん話で挙げております。今回ですね、ちょっとお話ししたいことがあります。みんなはね、あの同級生とかさ、なんか有名人とかおった？実は自分は大学は知らんな。まあ、高校は、あれっすよ。まあ、報徳っていうスポーツが強いとこやったんで、春選抜か。選抜優勝してたっすよ。で、プロ行ったやつが何人かおって、ドライチで自販も行ったやつとか持って、それは確かクラスメイトか、あんま話したことないけど。まあ基本的に陰キャなんで、はい。でまあ今残ってる選手で有名なんが現役やったら、ロッテか、ロッテの大谷が当時の優勝、選抜の優勝ピッチャー。そう。で当時の俺は、引きこもりで、町道場でフルコン空手をやってました。はい。ね、あと誰かいたっけな、あと、そうそう、同じクラスの子が日ハムで尾崎言うて、日ハムからドライチで行って、なんか、宝くじ当たったみたいな、叫んでたの、今でも覚えてるかな。うん。あとは誰やろうね。まあ、ラグビー部も強かったけど、あんま知らんな。あとは、柔道知らんな。あとはあれやな、役者か。うん、なんか役者で一番有名なやつが、まあ俺とクラスはちゃうんですけどおりました。はい、その名前は私森山未来です。はい、同級生まさかの。うん、いやもうめっちゃ輝いてたよあいつ。確かね、もうテレビばっか見てる俺からしたらすごかったね。セカチューか。ね、ウォーターボーイズ。あとなんか出てたの、もういっぱいいっぱい出てて、すごーみたいな。すごいな、こいつ。同級生なんか、と思ってて、クラスが違うから、全く合わへんのかなと思ってて、まあ、すれ違いもせんかったけど、確か。うん。多分な、学校にいながら来れてなかった、仕事忙しすぎて。うん、あいつすごいよね。今でも多分売れてんやろ。いやーすごい思うわ、ほんまに。まあまあ高校生からトップ戦線でやって、息の長い選手、息の長い役者ってほんまにすごいよね。尊敬するしかないわ。うん、そんな尊敬する森山未来とごめん、恥ずかしいな。もう森山未来っていうワードを入れてアクセスを稼ごうという、この魂胆バルル。そう、しゃあない、何でも寄せなあかん、ほんまに。で、そのあいつはそのトップで連ドラとか出まくってました。でまあに俺は会ったことがあると、その森山とね。で、それはどこかと言いますと、補習なんですよね。そう。まあ、ちょっと前に言いましたけど、あいつはもう仕事忙しいと。うん。で、まあ、俺もそれ聞いたわけじゃないけど、多分忙しいやろう。で、出席数足りんかったから補講受けとって。で、俺も補講受けてて、あれってまさか森山やみたいな、まあまあそんな感じで思ってた。多分一言二言喋ってんけどね。うん。で、まあ、まあ今の何喋ったか全然覚えてないわ。なんかおったなというのは今でも覚えてる。うん、で、まあ彼は仕事が忙しくて、言うたらまあ他にやることがいっぱいあったと。でも片や俺は登校拒否であるから、もう学校になかなか嫌やな、来たくないな、で、出席日数が足りないという、この悲しい運転の差というか、もうえぐいよね。うん、天と地ってやつですよこれが。まあ俺もまあその後
コツコツ頑張ってテレビ出たりしてんけど、全然あの対等にもなれず、素晴らしいやつです。すごい実績ですよね。ほんまもう、あの時はちょっと惨めやったな。かたや売れてる、かたや東京肘。いやまあそんなこと、こんだれね。まあ、これを見てるね。まあ東京肘でおったらね、まあ、学校行けとは、まあ言いたくないな。学校行けとは言いたくないけど、まあ、卒業してたら、まあ、損はないんかなとは思う。まあ、俺はほんまにいろんな人の助けで、無事卒業できました。で、無事、ね、キナファイナになりました。はい、そんな感じです。まあ、何が言いたいかというと、輝いてるやつと、もう、ドツボにおるやつ、ドツボも、まあ、なんか、自分なりに、頑張ったというか、うん、がむしゃらに動いてたな。まあ割と割と楽しい人生にその後なりましたよという報告です。以上です。もう今日はさっさと終わります。お疲れ様でした。バイバイ。